写真も使われてたし、うん、その歯並び悪いのが好きっていうのは聞いてたんで、そう歯並びだけですか悪いのその 目とか目もいい、ね、あ目はいいです。ただ耳たぶがないっていうのあるけど、意外と薄め。でも何に痛みも感じない耳たぶが、感覚ない。どんだけ掴まれても、本当に全然大丈夫なんですよ。先生、引っ張るのは痛いから先生、こうグッとするのが大丈夫なわけで、痛いな、ごめんなさい、違う、痛くないっていうから、グッとするのは痛い、こうやったらこう痛いから全部この番組はあのちゃんがいろんなことにチャレンジするバラエティーです。じゃあ3回目ということで、はいはい、じゃあ3回目ということでいいでしょう。なぜなら楽しまないとポイントくれないんでしょ食べた後に死にたくなる。いい加減にしろよ。なる。食べた後すること。だから歯磨きがしづらい。正解。やったー。まあやっぱさすがに2列あるんで、どうしていいか分かんないっていうのもあるし。歯医者さんに2列分の教わんないんですか歯磨き。教わりました。なんか見たことない歯ブラシ渡されましたさすがにそれなんか毎日使えないし、まあ、これはもうベタな一番のね悩みというか。あーこれなんだ3位1位のことはちょっと今あえてこう 言わないようにしてるけど、今もうすごい言いたい。今までこの一連の流れで僕はもう1位を言いたい。うそ、もういつもそれを言いたいもん。そうなんですか、うん、あと僕2回回答。何回でもいいよもう別に、いつも思うこと、まさにこういう時に一番思うこと。だから羨ましがられる。羨ましがられるか。なんかでも僕みたいに好きな人がいるから、照れる。いや全然違います全然違います。困ること。じゃあ逆に自分がそれぐらい歯並びだったとして、なんかいろいろ言われた時になんて思うか。自分がその歯だったら、うん、絶対見ないでほしい本当に好きか歯並び悪いの。いや違う、自分は恥ずかしいけど僕は人のが好きじゃあ例えばもうこう大ヒントというか、食べづらくないですかとか聞かれた時に思うこと、そんなに歯で困らないということは、なんで困らないと思うか。歯よりも大事なものがある。そんな深い話じゃないわもういきますよ。はい、こちら。そもそも何が不都合なのかわからない。あーなるほどね。これだからよく言われますよ、食べづらくないですかって言うけど、普通の歯で生きたことないから、これが食べやすいのか食べづらいのかもわかんないし。あおもろい。だからよく喋りづらくないのとか言われるけど、喋りやすいのか喋りづらいのかもわかんないし。すごいじゃん。だからもっと言ったらこれも本当はそうかどうかわかんないしね。全くわかんないですもうずっとこれだから。うわかっこいいんだけどいやかっこいい話ではないけど。いやかっこいい、そういうなんかアニメキャラクターみたいで。いる？いやずっとこれなんで生まれた時のこれだからわかんねえよどうやかっこいい。でもこの1位の回答いいですわ、僕大好きな答えでした。おおよかったよかった。これだからそう、この1位のためのもう2位、はい、3位と言っても過言ではないぐらいやったから。ということで2ポイントやったどういう意味僕がポイントもらうって。まあ楽しかったからってことね。楽しかったのに。江口さんの歯磨きを見よう。拍手。いや見るな。いやこの後歯を見せてもらうんで、その前にいろいろかじってもらったので歯を磨いてるとこを見てもらいたいです。歯は最終的に見るんですね。じゃあはい見ますなのでその前にカメラに映っちゃいけないものを消すためにいやそんなものはないと思うけどどう磨くか見せてね。あーはい、どうすればいいんですか。いつも通り磨いてください。こんなシチュエーションねえよあいつも。いきますよ。
普通に口開けてもらった方がいいですね。じゃあもういいじゃないじゃん。じゃあだから奥でしょ。文句言ってる。でこう、まあこういう感じでしょ。うわぁ。で、まあこういう感じ。下から行くんですね。まあそうですかね。で、ここは行くじゃないですか。そこよ。ここですよね。そこどうして。ここはだからこう行くしかない。隙間もやって、奥だから一応ここから、こここうやるぐらい。あー、下の歯ね。ここの間、こう。あー、僕がやってもそうやるかも。そうそう、これぐらいしかやりようがない。で、なるべくこの、こういう動きがするよ、だから。うん。裏側を行く。裏側がこう行くしかないね。うん。あー、こうでしょ。ここもこんぐらいで。うわうわって行くか。まあ、そうですね、こうやっていくぐらいしか。おー、でもちゃんと磨けてるよ。あ、そうですよ、だからこう。で、その奥、その前歯の奥歯どうして。奥の前歯は、奥の前歯なんかないんだよ、本来。奥の前歯はこっちから行くしかないよね、その人。うわすごいすごい。めっちゃすごいね。セキュリティ強いわ。まあ、あんまり前歯を使ってないんで、食べるときに。あ、そうなんですか。いつも奥歯でしか食べないんで。へ、だからあんまりここに何か詰まるとかはないんだ。うん、そんな子が虫歯になるとかあんまないから。で、下が…下がこう…下がなんか3個ある…え、なんだ僕いつの間にか3枚歯になってた嘘でしょ。え、あー、え、すごい。もう歯見てるじゃん、もうすでに確かに、ごめんなさい。だから、いいんですけど、だからこれがどんだけ、その歯医者さんに言わせればふざけんなよみたいな、もっとやんなきゃいけない、うん、だから変な器具渡された時もあるんで、それはちょっと使ってないんで。隙間用のやつとか。そうなんかちょっと墓場みたいになったよね、下。嫌な例えだな墓石みたいな感じってことでしょ。墓石後ろの前歯が、うん、かっこいい。かっこ悪いだろどう考えても。だからよくこれもさっきのあれじゃないけど聞かれるのは、この歯の隙間に物が詰まらないんですかって聞かれるけど、うんうん、隙間がありすぎて詰まらないから。もう詰まったとって取れるし、トントン取れたの。トウモロコシも入んなかったでしょ。入んなかった、意外と入んなくて。そう2個しか入んなかった、うん、この間入ったけどね。そうこの間に入れるんだ、トウモロコシでもなんかデートの時とかトウモロコシ挟めててほしい。いやいや、嫌だろ絶対。めっちゃいいじゃんね。めちゃくちゃ恥ずかしいよ、デートで来て、あーりここにトウモロコシあったら。え、僕めっちゃいいって思っちゃう。いやいや、そんな、その街中からもう笑いもにされるから。え、最高じゃないですか。あと感覚もなんでないんだって話になるし、あんなでかいも挟まってて。それがいいじゃん、それが面白い。歯磨きはこんなんです。はい、もう。じゃあ、このゲームのポイント、はい。これゲームだったの。はい。うん、1点です。1点か、結構見どころなかった結構だったよ、みたいななんかあったのに。あんなになんか歯磨きを見れたけど、まあ、歯がねまでしっかり奥まで見れてなくて、なもどかしいので 1か。これで合計4ポイントか。あと1ポイントで5か。うん、なんか5までいきゃなんかあると信じて頑張りますよ、うん、はい。井口さんの歯を見よう、拍手は。いや、あの、見るってどういうことですか。最近流行ってる iPhone で。あ、結構長らく流行ってますけどね拡大してみます。それをはどうするんですか。流すでしょ。大丈夫かな。え、でもこれすごいいい映像になるんじゃない。いや、僕もその番組でさっきも歯を見せてとか言ったけど、せいぜいこのぐらいの距離で、あいうぐらい、その中まで入り込んでというか。やばいね。やばい、怖いよ、大丈夫かな。本当にだから皆さんにその、あの苦手な方はちょっと見ないようにし、ね、してもらわないとね。閲覧注意閲覧注意にならなきゃいけないんですよ、まあ、しょうがない、閲覧注意ですよ、本当にね。でこれだから YouTube とかでしょ、うん、その大丈夫か、そのバンみたいな。気をつけなきゃ。大丈夫かな。じゃあ見ます。開ければいいですか、口を。あ、大きくて開けて、はい。わあ、見てください、宝石箱みたい。それ違うだろ。でもジュエリーに見えるよ。なんか。待って待って。iPhone が口の中に入り込んできてるから。どうや。あ、この距離。あ、うわあ、結構綺麗になってたら。奥歯。
うわすっごい。なあ。うわ見てください。ここぼちぼち。ここ墓場ゾーン来た。うわ。ここ横からも見たい。ここ見て。こっちの歯からのこのアングルなんて見れないよなかなか。うん、裸とどっちが恥ずかしいですか。なんて。でも井口さんは裸はオッケーの人か。で。ゴムオッケーの人。うるせえな。余計なこと言ってくるな。ねえ開けちゃう口。うおー。すごいみんな見てください。ここ洞窟みたいだよ。え、すごい宝石が刺さってる。よくあるじゃん洞窟に、あの青いさ宝石とかこのぶら下がってて、うわすごい。見てみんなこう横からのここ、ほらここね、このここがすごいよ。口からも、うわこれ人間とは思えないです。綺麗だよ。でもなんかやっぱこの横のここがねちょっと汚ねえな。ちょっといいですか、すごい嫌なんですけど。なんですごいものを見て。いやちょっとまだ今すごいものを見てるよみんな。まだ見んの。貴重だよこれ、貴重だから今全国の歯医者の方も見てると思う。貴重な絵を見て研究材料にしてる。銀歯めっちゃ多くない、汚い、何回虫歯になってるの。ダメなんで多分あの歯の磨き方じゃ。この裏見てほら汚い。ちょっといいですか、歯並びだけに特化してもらっていいですか。汚さは。いいじゃん。やだな。これが僕はやっぱ整えてる人よりもこうやってちょっと人間味のある汚さと、なのに人間味がないっていう唯一無二な。どういう意味なんだよ。唯一無二。人間味ないの結局。なんか人間味がある汚さなのに人間味のない配置。最悪じゃないかじゃあ。だからすごいんだよ。人間味もねえし汚ねえし。グー。何がいいんだよ。うわなんか芸術かもしれん。このね墓場のとこも誰だろう、誰か死んだんだろうね。あやばい、僕こんなに話してる。やっぱ嬉しい。これ YouTube 載るなら僕見返します。ありがとう、やったこれ。全国の人が見てくれる。ちょっとやめてください、本当に。ありがとうございます。載せるのやめてもらっていいですか。載せます。アップとかしなかった。いやでもなんか感動しちゃった僕。途中僕すごかったよこの上。うわ上、僕知らない世界の洞窟に入ってって、うわーって見たことない宝石が刺さってるみたいな。でよだれとともにキラキラしてて、もうやばい。この世に他にこれ好きな人いるの？いるよ。大丈夫かな？いるよね。はい、このゲームのポイントは10万点です。おー何だったの序盤の方じゃ。だから嬉しかったです。いやーよかった、10万点ってことは景品あります。よし、本当にあるの、はい、本当にあるの。どう？うオグが作った歯。これはモデルは、いやだからこの前歯の奥。これ墓場じゃん。そうだよ。しかもその磨けてなさそうなところリアルに黒くしてるの何これ。え、なんで、僕はこうやって好きだから作ったよ。こんななの僕の歯。そうだよ、調整しても忘れないように。いやまあまあね。実際見てどうだったんですか。いやなんか思った以上に汚かった。じゃあよくないよ汚いは。なんか想像をはるか超えるあのブラックホール的なとこがあって大好きになりました。よかったんですねじゃあ。はい、大好きになりました。じゃあまあまあもうよしとしましょう。歯のことで何かあったらのちゃんに、ね、うん、いやいや歯のこと相談する人じゃないから別に。歯医者さん行きますよ。本当僕のとこにも井口さんの歯全部送られてくるいっぱい。おいそいつらもやめろマジで、なんてことしてんだよ。いいな、送ってね。送るな、やめてくれ。
メタバース空間で井口さんの歯を再現してそこにあのみんなが見れるようにしましょう。あ、いいじゃん、マジでいいよ。どういうこと、メタバースの世界に僕の歯の洞窟を作るってこと。やばい、誰が行きたいんだよそこに。行きたい、楽しかった。カバもあるし。ありがとう。あのチャンネル登録よろしゅう。